スタンリー・アンソニー・スタン・コベレスキは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、シャモキン出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、コービ。1910から1920年代の、クリーブランドの主力投手で、1920年以降も、スピットボールを投げることを公式に認められていた一人。ポーランド系アメリカ人として生まれたコベレスキは、1909年に、 マイナーリーグのランカスター球団に入団、1912年にアトランティックシティからフィラデルフィアアスレチックスに入団してメジャーにデビューする。この年は5試合に登板し2勝1敗の成績だった。翌年から3年をマイナーで過ごした後、1915年にポートランドからインディアンズに入団、翌年から本格的にメジャーリーグで投げ始めた。 1917年と1918年には2年続けて1点台の防御率を記録、1918年から1921年までは4年続けて20勝以上を上げるなど、インディアンズの主力投手として活躍する。1920年にはリーグの最多脱三振投手となり、この年のワールドシリーズに出場、ブルックリン・ロビンズを相手に参戦登板していずれも関東勝利、 相手に合計で2点しか与えないという回答を見せ、インディアンズをシリーズ制覇に導く活躍をした。インディアンズには1924年まで在籍し、同年12月にセネターズにトレードされた。35歳でセネターズに移った1925年、コベレスキは自身二度目となるリーグの最優秀防御率投手となり、セネターズのリーグ優勝に貢献する。しかし、 パイレーツと対戦したワールドシリーズでは2戦に登板し2敗に終わった。セネターズには3年在籍した後、1928年にヤンキースで現役を引退した。1969年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出。1984年にインディアナ州で死去。ありがとうございます。